こんにちは。はい、はじめまして、こんにちは。安藤先生は VTuber って知ってますか？名前は聞いたことありますけど、使ったことないです。先生、なんとニジマライブという新しい VTuber 向けのアプリが出たんです。え、でも使い方簡単ですか？はい、誰でも簡単にできますので、ぜひ使ってみてくださいね。例えば自分先生なんですけど、学校の授業でも使えますか？はい、授業にも使えますよ。お、それじゃあ早速使ってみたいと思うんですけど。はい、ぜひ使ってみてくださいね。はい、じゃあ早速チャレンジしてみます。それではまた。はい、それではまた。分かんなかったら教えてください。はい、それでは早速このにじまライブというのを使ってみたいと思うんですけど、以前の動画でも紹介しましたフェイスリグとかアニメーゼと、この顔の目とか鼻とか口とかをトラッキングして、まあアニメキャラクターになれるというものなんです。はい、でまずこれインストールなんですけど、ここですね、ここをクリックして、そうすると Windows 10用ダウンロードということで、ダウンロードしてインストールします。はい、でインストールができたならば、このメニューから、はい、このにじまライブというのを立ち上げてあげます。はい、そうするとこのような画面になりますので、でまず簡単な操作方法がここにあります。マウスホイールをね、こう回すと拡大縮小ができますよと。それからマウスホイールを押すとこのように移動ができますと。はい、それからコントロールキーを押しながらマウスホイール回すと、こうやって傾けるということができます。はい、で今回はまあ垂直でやりたいと思います。はい、で大きさと場所が固定できたならば、次にこのカメラのマークですね、カメラの設定をクリックして、まず正面を向いた時の初期設定します。このカメラをリセットとありますから、はい、正面を向いてカメラを見て、はい、目を開いたままリセットすると、はい、これで初期化されます。はい、これで横を向くと、はい、このように、はい、連動するという感じですね。はい、下とか上はいかないのか、左右だけで、左右だけこう反応するのかな。まあ、目はね、こういうふうに反応します。はい、でそしたらば次ですね、ここはカメラの設定をもう一度クリックして、ウェブカメラの画像表示で自分の顔がちゃんとトラッキングされているか、はい、こちらです。はい、こうですね。はい、これが今自分の顔でちゃんとトラッキングされているよということがわかります。まあ、これは確認できたら閉じても構いませんが、今回はこのように表示しておきます。はい、で次にこの背景ですね、今背景はグリーンバックにしてるんですけど、まあ自分でね、こんな風にまあ設定したりね、まあここではグリーンバックにしたり、あとはこの便利なのが透明背景というのにしてあげると、はい、このようになんとデスクトップにそのまま合成できるんですよ。これ便利じゃないですか。であとはこれ好きなところにね、こういう風に持っていって、これちょっと邪魔だな、ちょっと消しますね。はい、これで会話ができます。はい、はい、皆さんこんにちはみたいな感じで、あと自分の隣にね、こうやって並べることもできると、はい、はい、こんにちは、どうもこんにちはみたいな感じでできます。これなかなかすごいでしょ、この透明背景。はい、まあ、こんなことができます。じゃあちょっと分かりやすいように元に戻りますね。はい、モデルから、モデルじゃないな、ここですね、背景から透過背景でなくて、透過背景ですね、透過背景じゃなくて、ここではグリーンバックにしますか。背景に設定としてあげます。はい、はい、これで元に戻りました。であとね、このキャラクターを変えたい場合にはここですね、はい、ここで自分の好きなキャラクター、例えばこのカズヤというのに変えてみますね。はい、で開くと、はい、いうふうになると、はい、こんなふうに、はい、変えることができます。はい、で初期状態では全部で10種類のものが使えるんですけど、にじまのサイトですね、こちらになります。ここのライブ 2D というところをクリックしてあげて、はい、ここから自分の好きなキャラクターをダウンロードできるんですよ。で今ね、対象件数が2676件あるんですけど、
まあ、ここのところで人気のものを見てみますか。はい、このの、購入数順ということで、たくさん購入されているものを見てみたいと思います。はい、そうすると、まあ、一番人気はこれらしいですね。はい。で、まあ、自分に合ったキャラクターをね、こういうふうに見つけていきます、この中から。はい、それで自分はこのポイント先生というのがお気に入りなんで、はい、これを、ダウンロードしてみました。値段はね、これ1000円ですね。はい。1000円です。はい。じゃあ、これに変えてみたいと思います。で、ポインタ先生に変えてあげて、開くとしてあげると、はい、こうなりました。はい。で、これ拡大して、はい、真ん中に持ってって、はい。で、このポインタ先生のいいところは、この表情モーションのところで、ここですね、いくつかのモーションが設定できます。例えば、これ。ここ。これだとなんかこれに指示棒を出したりね。で、ここにキーを割り当てることができるんですよ。モーションで、例えば Q を押すと、キーボードの Q を押すと、指示棒を出すとかね。で、ここは、これ本を持つと。本を持つのは、例えば W を押したら、本を持つとかね。それから、これ手を後ろに組むということなんで、この場合には、じゃあ、E にしますか。E にしました。設定しました。はい、そして、最後、ここですね。はい。まあ、普通の体勢に戻ると。じゃあ、これを R とします。はい。はい。で、この設定できたので、保存しますね。保存、保存、保存、保存を押してあげます。はい。そうすると、はい、キーボードの、はい、W を押すと本。はい。R を押すと。はい。これ、キーボードで操作することができます。なので、話しながら、こんな風にね、はい、皆さん、こんにちは。はい、こちらを見てください。って感じでね。はい、それでは、教科書の、はい、30ページを見てください。という感じで、できます。はい。で、さっきやった通り、これを透過背景にすると、透過背景にしてあげると、はい、なんと、この自分のキャラになり変わってね、はい、こういう風にして、例えば、この自分の顔にこう置きますか。あ、置けないんだ。これ合成だからね。自分も合成してるので重ねられないですけど。はい。こんな感じで、じゃあ、ここに持ってこいよ、ここに。はい。はい。で、こんな感じで、まあ、自分のキャラクターとして、こう、使えるということになります。このにじまライムの何がすごいって、このデスクトップに直接このように合成できるということなんですよ。なので、このままね、画面録画をすれば、このキャラクターで解説動画ができるということです。はい。で、一点今注意がありまして、これ一回インストールしたらしばらくね、このアンインストールはしない方がいいようです。何かそのアンインストールすると、にじまの底のね、インストールしたフォルダが全部消えてしまうということなんで、まあ、もし今インストールした方は、まあ、消さないつもりでね、このバグが直ったら消すという形でインストールして試すといいかと思います。はい、今回は誰でも簡単に VTuber になれるにじまライブの紹介でした。それではまた。じゃあの。この動画が気に入ったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。